日経平均が1000円ほど下落した理由は何だと思いますか？理由は、自分にとってあんまり理由は必要じゃないので、まあ何でもいいんですけど、なんでですかね。あんまりそこを考えたことなかったですね。まあどっか書いてるんじゃないですか。いろんな人がいろんなことを言うんで、そういう時って。別に正解はないんじゃないですかね。アメリカが下げたからじゃないですか。はい。買いまくりましたか？今日はほとんど買ってないですね。めっちゃ下がって欲しかったやつが、ちょっと買ったぐらいですね。まあ、ほとんど動いてないんじゃないですかね。あ、そっか、でも、また例のやつを、また例のやつを買ったんで、3億円分ぐらい買いましたね。そういえば、忘れてました。3億忘れるんだ。その3億って言っても、すごい大型株3億だと、どうせ明日動いても何百万とかの単位でしか動かないんで、小型株3億とかだと覚えてるんでしょうけど。はい。銘柄の質によりますよね。明日はまだまだ下げますかね。そうですね。まあ、単純に下げて、リバってまた下げなんで、明日も下げる可能性は全然あるんじゃないでしょうか。まあ、今日みたいなやつ、相場は明日も大きく下げるとか全然あると思うんですけど、まあ、どうなっても生き残るためにはどうするかとか、あと今日みたいなやつっていうのはもうめちゃめちゃ簡単にいつでも起こりますから、今日のが3回連続で起こっても大丈夫ぐらいのポジションを常に持っとかないと、どっかで詰まると思うので、それを常に心がけて、今日の自分が負けた金額の3倍とかですね、が1日で来ても、大丈夫ぐらいのポジションを常に取っておいてほしいと思います。はい。ではそんな感じで。